Hey YouTuber, what's going on? Tunke here. どうしたんだお前。いやー、ちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。Well, that was a bit weird, guys. Anyway, Yakuza Kiwami 1, we are back. We're going to go to the Cosmo family office now. Oh, Kitaga. Excuse me. Ah, Gokuro-san. This is the last month. Please hold it.おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋っつって。柏木、すみません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう、失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。シンジです。レーナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。道島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺もだから今俺が行かねえと。カズマ、Alright, we have to head to the Dojima family office. Also, I love how it's raining in this game now. In Yakuza 0, it didn't. There was like no rain in Yakuza 0. But in Kiwami, there's like rain effects now. I like about this.
I like how it rained. Cool. Like the rain effect is pretty cool. Kiri, 奪った金返してもらおうか。悪いな。今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね。腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。Come on, this guy again? You really want some of this, don't you? Really, I have some of my heat action up too.Get out of here. I'm in a hurry. Damn you. Yeah, I'm in a hurry. Are you from the Dojima family? Can you tell him?To be more considerate of his neighbors for once, I'd appreciate it. Your boss office is in the Turtle building, right? He's always bringing drunk women around and causing a racket. It's disturbing. You know, even Yakuza are part of the community. Yumi! Nishiki!組長キリュウ組長が趣味を無理やりだから撃っちまったんだカットなっちまって何発も何発もユミユミおいしっかりしろやっちまった東商会の大幹部を錦弓を連れて逃げろ何言ってんだおめえこそ弓連れて逃げろお前がいなくなったら妹はどうなるんだ次の手術が最後なんだろうそんな時お前がいねえで誰がいてやるんだだからお前はここにいちゃいけねえんだでもお前は行け錦弓を頼む桐生は行けOh no, Kiryu's gonna take the blame for Gneishki.
ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺してんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会士三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。道島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴の言葉で、急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。真治、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。なんだその態度は。そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。たく、物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してるな。あ、あんただろ。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、堂島の竜。道島組射程頭補佐桐生和。何やってんだよお前ら。道場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。道島組長があの世で寂しいとさ。Oh my god, am I really going to be fighting these guys? All of these guys? Inmate 1356. Oh, these guys don't seem all that bad. Oh, here's the guy who was about to kill me with a fork.
can't believe they cut off Kiryu's hair. Does he go? Does he get it back? Kiwami means extreme. When a powerful enemy takes a certain amount of damage, they enter a state. If Kiryu's climax mode is in heat. Oh, okay. That's kind of cool. 誰の命令だ？セラ会長だ。道場界の三代目だよ。なんだと？Well, that is chapter one done.Chapter 1 has been completed. What is the reason for the Dojima? That man, I will definitely kill you. I still can't believe it. That Kiryu's Ojiki is going to kill me. Is it a mistake, right?現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんですか？さあ、見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ！チッ、その役にも立たねえな。あいつ、何のために国にいるんだ？そんな…嘘でしょ？嘘って言ってよ。だって錦山くん言ったじゃない。大丈夫、俺がユミを助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの？ねえ、錦山くん助けてあげられなかったの？何もできなかったの？どういう意味だ？俺が役立たずだって言いてんのか？いや、そんな、お前までそんなこと言うのか！Chapter 2, 10 years gone, December 5th, 2005. Jesus. So it's December 5th, 2005. Okay.
囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさん。で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？奴から緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長初めてです。やかましか！おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どうからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのかよ、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は東城会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長、三代目会長。10年、お前のいない10年で東城会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないこともスターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。
I wonder if Tamura information was still in town. I'm sure he knows enough to bring me up to speed. Maybe I can track him down. Yeah, information broker. So I lost all my health. You can upgrade abilities. So I have to get health back because I was in prison. Fulfill your completion list task, took a CP and earned versus rewards. So I did lose a health because of me being in prison. ご無沙汰してます。この度、出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとってんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。そういえばそんなこともありましたね。それやというのにお前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらい。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうこと。平和ボケしたアホがのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんね。俺がその平和ボケしたアホだと？おう、そうちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。Aw, come on, I don't want to fight you. You're gonna use the Mad Dog of Shimano. Goro Majima. I'm not gonna win against you, man. Aw, come on, I won't win against you. Come on, there's no way I'm gonna win against you. You have more health than me.Plus, you're using all your fighting abilities against me. Aw, you're really gonna taunt? Aw, that's not fair, man. You're basically the Mr. Shakedown of this game. Wait, you can do that? I didn't even know. Come on, you're just blocking. That's not fair. What are you gonna do? Use your Mad Dog Shimano skills on me? Aw, come on. You're just dodging too much.I'm only able to get a few hits on you. I probably won't win against you for the first time. Come on! I'm dead again. I'm dead. Yeah, I might be dead against Majima.Majima, I'm not gonna win against you. That's... you're using all your abilities. That's not fair. What...
What kind of ability move do I have to use against you? Your own one? The dread. Oh, come on. Yeah. Majima, you are cool and all, but like, come on. At least give me a single chance. Yeah, I'm not winning against this one. That's so unfair! Majima, come on! I thought I liked you, man! You're so cheating, I swear, you're gonna use your other moves against me too, you know? Come on, this ain't fair. I'm dead. You're using your taunt against me. That's not fair. Yeah, I'm dead. GG's, I'm dead. I'm probably not gonna win against this one. I might as well give up. Because I'm not gonna win against this one. Yeah, I'm dead. I'm not gonna win against him. I haven't even taken down this whole green health bar yet. Yeah, I'm dead. Well, yeah, I'm dead. I'm like one hit. Yeah, I'm dead. I'm like one hit. Come on, Majima. Let's do this. Let's dance, bozo. I have to use Rush against you because... Aww, yeah. I wasn't gonna win that one. I just had a feeling I wasn't gonna win against that. しもうたか馬力もないテクニックもないどこにでもおる勤め明けのしがないチンピラそれが今のお前やそないな弱さで生き残れるほど今のカムロチはあまないでくそせやけど変わっとらんもんが一つだけあるその目や何お前の目はまだ光を失うとらんお前は必ず昔のようにいや昔以上にごっつい男になれる器や兄さんええかお前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる突然喧嘩売られて死にたなかったら死ぬ気で昔のお前を道島の竜を取り戻してみるや分かった俺もこのままじゃ終われねえあんたを踏み台にして必ず這い上がってみせようほな期待しとるでキリュウちゃんYeah, I wasn't gonna lose. I wasn't. Kiryu lost many of his skills while he was imprisoned, but those skills can be regained by using experience points to upgrade abilities. From the pause menu, you can gain more experience by defeating enemies in battle, food at a restaurant, drinking at a bar, or by completing sub stories. The Jago Dojima style. Mm-hmm.
you regain those skills through battling through battle against Majima, who will attack you out of various places around town. Beating him will depend your connection and gradually restore those skills. Always keep weapons, armor, and healing items handy so that you're prepared to fight Majima whenever he appears. Well, I just knew that wasn't gonna work out, so I'm gonna end today's episode here. Oh, wait. お前に関係ない。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。田村ってやつを探してんだ。はあ？田村ってあの。情報屋みてえなやつか。さあな、探せばいるんじゃねえか。そうだ。じゃあ要はな。じゃあ。ちょっと待てよ、おっさん。なんで田村探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったろ。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。Ah, come on. I just lost like battle against Majima. How bad can this go? You're dead.知らない方が身のため。お前の方こそ何やったんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなんか。まあいい。ならお前、この辺の情報屋の一人や二人知ってんだ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。Bruh, I just fought you. Come on. Well, I'm gonna end today's episode. That was pretty fun. Fighting Majima for the first time, but to regain my Dragon of Dojima skills, I think I have to fight him. So we're gonna end today's episode. That was pretty fun. We've completed chapter one. Then we've, fought some dudes in a prison.And then we lost all of our health that we have to regain back through the skills. Which that will be pretty fun. So I hope you guys enjoyed today's episode. Let me know what you guys think. The next episode will be, whatever it will be, but you'll see.So, I'll see you guys in the next one. See ya.